みなさん、こんにちは。お元気ですか？はい、元気ですよね。はじめまして、私はシンフィアです。スラベヤに住んでいます。今回は、バスへ行きます。どんなバスですか？確かに美しいバスです。今日の天気がいい天気ですね。私はスラベヤの区へ行くつもりです。京都に行くとマスクを着るのを忘れないでください。それにハンドサニタイザーを持っていけばならないでしょ。準備ができたらそれじゃ行きましょう。スラベヤの道がちょっと混んでいますよ。だから我慢してください。していますか？うちからここまで30分ぐらいかかります。バスはベラ北にあります。3500ルピアを支払わなければならない港エリアに入るとはバイクで5000ルピアです。駐車場へ行きましょう。入場券はバイクで5000ルピアです。はい、スラベナックへ到着しました。販売所へ行きます。チケットは安いでしょ。スラベヤの声は試せたんかじです。でしてスラベヤの国の中で美しい景色を眺めることができます。たくさんの船があります。ここでも漁船がはっきりと見えます。マドゥラ自慢があります。海の景色は素晴らしく、空気もとても涼しいです。これ見てください。すごいそうですね。ここに写真を撮るのを忘れないで、家族を見せてください。はい、次に食事をする場所が、綺麗ではなく健康プロトコルを維持します。ここにはいろいろな種類の食べ物があります。食べ物は何ですか？ここに食べ物はたこ焼きやミートボールやナシゴリなどがあります。たこ焼きが好きです。とても美味しいです。
皆さん、ビデオ見た後でスラビアのクエイキヨテンがありますか？見てくれてありがとうございます。さよなら。じゃあまたね。